とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。それでは行きましょう。久しぶりの21回っていうことで嬉しいんだけども、このね、冬ステージが多いっていうか、これ冬ステージだけなんだよね、今回。それが嫌。うん、これがもう普通のステージもあればいいんだけども、これしかないっていうのがね、すごく嫌なところですよね。でもまあ慣れてしまえば、いい感じだと思います。ここで汚染された種、まず取っていきましょう。汚染された種は、雑魚をワンパンで倒すことができます。まあ序盤ね、5回ぐらいまでは雑魚をワンパンで倒すことができるんだけども、まあ、後半でも敵のね、足止めに使えるので、これはかなりね、いいアーティファクトだなって思いますね。 OK。 んで最後にこの脇で、よし、クリーパーが出てくるんだね。このクリーパーだけちょっと注意して倒しましょう。OK。 はいはい、まあ、安全にね処理してあげればいいですね。はい、2回クリア、次です。で、2回の報酬で前半のメインウェポンとなりますハープンクロスボウがあります。取っていってください。で、エンチャントで長弾2ですね。長弾をつけたハープンが強い。うん、本当に。ただ弾数はね、そんな多くないやつなので、弾切れには注意ですね。で、こことかもハープン使っていくと結構、楽になります、うん、楽に倒すことができますね。ハープンと、種かをいい感じに使っていけばいいと思います。よっしゃ、これで終わりかな。3回クリアでーす。何もいりません。そのまま進んでください。で、ここはザコがね、この最初に3回湧くんですよ。それを倒した後に先に進みましょう。今1回湧きました。で、2回目、で、あと1回湧きます。それを倒した後に、下に向かいましょう。またね、戻ってくるとちょっと面倒くさいんで、先に処理して動き出すのがいいと思います。で、ここはよし、汚染された種が役に立ちますね。よっしゃ、 OK。 で、あと上に1体かな、こいつを倒しておしまいです。今回クリアですね。で、ここで地雷です。雷の杖もいいかもしんないけども、雑魚がね少なくって、ボスまでにソウルがたまらないんですよね。なので、俺はまずは地雷を取った方がいいかなって思います。うん、の方が使いやすいかな。で、ここ箱ありますので忘れず取ってください。後半でね、結構弓使う時がありますので、ここを取らなかったらちょっと枯渇するかな。よし、終わりー。で、5回報酬で輝くローブですね、持っていってください。耐久力はないんですけども、アーティファクトのダメージアップがついてて、地雷が強化されます。ボスでね、それが使えるんですよ。で、ハープンクロスボウに長弾3と加速1をつけてください。で、つけたらば、金細工職人でパワーアップさせましょう。うん、必ずつけてからパワーアップですね。じゃないと、ポイントが足りませんので、そこのところお願いします。何がついた？
巨大化か。どうなんだ、ハープーンに巨大化。でも確か矢がめちゃくちゃでかくなるよね、確かね、ハープーンだったら。あ、でまず地雷を置いて、でハープーンを撃ちまくります。それだけ、とにかく撃ちまくる。 OK、 でガスト倒してしまえばあとは雑魚です。 OKOK、 どんどんいけ。あー、もったいないな、若干当たってない。ちょっと待って、矢でかすぎやろ、矢がでかすぎる。よし、 OK、 7回クリアでーす。まあ、とにかく最初に地雷を置いて、ハープーン打ちまくる。うん、まあ、それでいけると思います。やってみてください。星なき夜を取っていきましょう。エンチャントで E 属性と働き鉢ですね。でこの回、若干かな、若干クリーパーが出ます。でもほんと若干です。なのでそんな問題にはならないとは思います。うん、汚染された種をうまいこと使っていくと全然いけると思いますんで。 OK、 ナイス。逆に敵に当ててね、倒してあげるぐらいやっていきましょう。しゃ、痛い痛い痛い。 OK、 でここも箱がありますので忘れずとっていってください。いいね、8意外と火力ありますもんね。で8回クリアです。この乱射クロスボウを取ってもいいけども、まあ、せっかく、黄金までつけたハープーンがあるので、俺はそのまんま行っていいと思います。はい、そのまんま行きましょう。でエンチャントで火属性2入れちゃってください。でここ極力ね、近接で戦った方がいいですね。できるだけ蜂をたくさん出していってあげると楽になると思います。じゃあ、蜂はねものすごくねいいよね、タンクになってくれるんで、すごくいい。よし、あー当たるか、いや蜂が出ててダメか。ダメだった。オッケー。お、今回結構矢出るね。今回矢めちゃくちゃ出るよ。これ使い放題だ。はい、報酬いりません。でここだけど俺は下から行く派ですね。上からじゃなくて下から行く派です。でこう敵多くてめんどくさいやつ多いので、もう弓連射でいいと思います。オッケー、ある程度減らしたかな。で今回はもう本当に矢の心配をすることはないね。こんだけあればもう打ちまくって OK。 うん、全く出ない時もあるので、その時は、段数を考えながら行かないといけませんね。で両刃斧取っていってください。さっきね星夜変えたばっかりですけども、こっちの方が使いやすいかなと思います。で8-2とガースト2ですね。ガーストと蜂を2ずつ入れてください。これで OK です。で、11回。まあ、折り返し地点ぐらいですかね。行きましょう。まあ、ここも特に問題はないですね。うん。普通に倒していけると思います。ハープーンはね、若干この、ノックバックするっていうのがいいもんね。ボス戦で落とせないようなやつを落とせたりできるので、意外と使い勝手はいいですね。 OK、 もうちょい。ここ下に敵は出てきませんので、上だけです。おーい、終わり。
11回クリアで、ここ防具変えます。輝くローブじゃちょっと耐えれなくなりますので、スノーアーマーに変えていってください。はい、でスノーアーマーにタンブルビー1ですね。あとあと2まで、あ、2、3まで上げます。で8は出せるものであればどんどん出していってください。いや意外と出るな。まずねこっち側で戦ったがいいです。あのエンチャンターが出てきますので、エンチャンターからまず倒しておくと、戦いやすいと思います。オーナイス。あー外した。オッケー、よし。あぶねえ。ガーストがね地味に効く。やっぱダメージね半減してくれるっていうのはすごくいいですよね。で箱も忘れず取ってください。あと1体ぐらいかな。2体いた。で12体クリアでーす。報酬は何もいりません。次に進みましょう。でここ、ユニークで斧を上げていきます。ワールウィンドになりますね。進んでいきます。はい、でエンチャント入れてください。タンブルビーです。2になると大概発動するようになりますけども、やっぱり3のね 100% を目指したいところかな。危なっ。あー固まった。よしよし、最初にねパワーアップさせたハープーンがまだまだ使える。当たる、おお当たる。あそこでも後々倒せるからいい。いくぞ。でもノックバックいいね。落とせる落とせる。よしナイス。落として倒すと気持ちがいい。でこれでおしまい。クリアで、パワーシェイカーを持っていってください。んで、タンブルビー3ですね。でこれ、ボスが出るまでにタンブルビーで8を出しまくってください。3体出せると思います。で、プレステは下に出てくるんだけども、スイッチは上かもしれません。とにかくイリュージョナーをまず地雷とパワーシェイカーで沈めます。まずは沈める。イリュージョナーがいるととてもめんどくさいので、まずはあいつをなんとかしてください。パワーシェイカーと地雷があればまあまあ倒せると思いますので、よっしゃ終わり。15回クリア。報酬は何もいりません。でここ結構敵出ます。結構出る。なので一応注意してください。敵が多いです。で矢はもうどんどん使ってくださいね。これ盾持ってるやつが結構出るんで、矢もどんどん使っていきましょう。あと最初に取った盾だね。盾の足止め、これ意外と効きます。いやまだまだ来るよこれ。うわ本当に敵が多い。よし、でこっち側にもいるもんね。スケルトンがいた。めんどくせえやつがいた。まだまだ出ます。おお嬉しいね。そんだけ矢が来てくれるとありがたい。あ当たってない。よし、
エンチャンターうざい。よし、オッケー、ナイス。いや、でかいやろそれ、でかいだろ。巨大化しすぎてるよ。で、こいつで終わりかな。16回おしまいです。で、ここで、弓を変えましょう。乱射のクロスボウで、エンチャント入れていってくださいね。貫通3とテンポセフト1、虚無1ですね。貫通3が結構重要だと思います。で、この17回が、今シーズン一番難しい、最近の中で一番難しい、ステージだと思います。とにかく、テンポセフトを当てて鈍速にして、で、タンブルビーで、一応タンクにして動いてもらいつつ、とにかく弓を打つ、とにかく弓、ここは弓で戦ってください。近接で戦おうと思わずに、もうとにかく弓を打ちまくる、これがね、ここの攻略です。本当に難しいから、ここ。よし、今回結構箱はあるの、箱は結構あるので、多分ね、矢はある程度持った状態でここまでは来れると思います。まあ、とにかく、近接じゃなくって弓で戦うようにしてみてください。クリアできると思います。で、ここブラストだけと種変えていきます。いきましょう。で、さっきのね、17階あそこを抜ければもう一安心です。まあ、ここも一応ネクロマンサーでちょっと鬱陶しいんだけども、全然さっきと比べればなんてことないと思いますよ。もう一体いる。はい、意外と敵も多いもんね、ここね。よし、いないね。結構打ち漏らしがあると面倒くさくなるからね。いいね。よし、ね、貫通がね、本当にね、いい感じなので、 100% 貫通が出るように3まで上げるのは忘れずに。で、ここ魂のローブです。ちょっとでもね、 HP を上げていきたいところですね。耐久力はないんだけども。で、ここ魂の速度1入れてください。これ1だけで大丈夫です。はい、いきまーす。魂の速度はね、意外と戦いやすくなりますね。危ない、あいつは注意ですね。でも魂の速度があれば意外と逃げ切れる。 OK、 あー、思いっきり外すな。耐久力が全然ないんでね、そこはちょっと注意しておいてくださいね。耐久力はないです。よし、終わり。19回クリアでーす。んでね、虚無剣の方が好きっていう人は虚無剣にしてもいいです。虚無剣でもワールウィンドでもそんなに変わりはないと思います。まあ、どっちか好きな方を、入れてください。俺はワールウィンドの方が好きかな。まあ、どっちでも大丈夫です。んで、ここはね、乱射を上げていってください。近接で、まあ、確かにボスとね、殴り合うと早く倒せるっちゃ倒せるんだけども、弓でね、雑魚をまず処理していく方が俺は安定するかなと思います。なんで、そういう風に、してみてはどうでしょうか。
金でエンチャント入れてください。ガーストと働き鉢だね。で魂の速度を2です。はい、いきます。まああんまりね、近接で敵は倒さないんだけども、まあ、一応倒した時に蜂が出たらだいぶラッキーなので、蜂はね、入れていった方がいいと思います。3までパワーアップしてね。でレイズはテンポシフトで遅くして攻撃をゴリゴリ入れていくと、いいと思います。でここで注意なのが、クリーパーだね。クリーパーには要注意ですね。よっしゃ、いいね。あー、危な。回復を早めに入れとこう。こいつをね、もうちょっと早く倒せる方法があれば確実に20分以内でいけるんですけど、なかなか難しいとこだろうな。8出ろ。ああ、出ない。仕方ねえか。よし、じゃあそろそろ半分になりますね。あ、ほんと雑魚処理がかなり重要です。あ、で次で、弱点露出させれますね。弱点が出たら一気に攻めます。 OK。 いや、一気に攻めれない。一応攻防打ちしよう。あ、いまいちだったな。いまいち攻めれませんでした。もうちょっといけるかなと思ったんだけど、 OK。 あと2回ぐらいで倒せると思う。あるね。もう雑魚注意。よし、どうだ。お、なんか変になってる。あー、まあまあ次で倒せます。いや、時間かかったな今回。今回ちょっと時間かかった。よし、終わりです。はい、まあまあうまくいけば20分以内でいけますので、はい、やっていきましょう。17回が一番注意ですね。頼む、なんか来て。ダメだ、全部ダメだわ。弱体加算、あ、珍しいのはついてるね。衝撃1、まあこれかな。使わんけど。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。